はいどうもおしです今回はですね、ちょっと緊急投稿という形で、えー、させていただいてるんですけど、今日はね、4月の4日、撮影日4月の4日です。東京では感染者数がね、1日の最大記録を突破した日ですよね。で、私の住んでる福岡県もですね、やっぱり感染者の数っていうのはどんどん増えてきてて、まあ、クラスター感染がどうのみたいな、えー、話もニュースではやってました。でね、YouTube ってこう,どうやっ、ずっと動画残っていくので、まあ数年経ってさ、この動画を見た人がさ、こいつなんかめっちゃビビってるけど、日本ではそんな入らなかったよな、みたいなね。 ふ、えーね、普ん動画を見てくださってる方はねあのご存知だと思うんですけど私は今もあのうつ病の治療を続けててあの1ヶ月に1回精神科に行ってるんですねでこの間も精神科に行ってあの病院の中で薬ってもらえないのであの外の薬局に行く必要があるんですよで別の日にねあの外の薬局にあの取りに行ったんですけどそしたらその通り道の公園で普通にお年寄りがねあの20人ぐらい集まってゲートボールやってたんですよねまあそういう光景を見ちゃうとねやっぱり 感染拡大ってどうしても広がっていっちゃうのかなという気はしちゃうんですけどね。まあでも、この動画を見てくださっているあなたのように、そして私のようにですね、あの意識の高い人が一人一人増えていって、あの感染拡大を抑えるしかないのかなというふうに思ってます。で、このタイトルの動画のタイトルにあるようにですね、 今ね、あの外出中、皆さんが外出をね、それぞれ自粛してるじゃないですか、まあ、あの程度の差はあれどです、ね、やっぱりみんな我慢してると思うんですよ。本当はもっと飲みに行きたいなとか、外遊びに行きたいなって思ってる人も、まあ、ストレスをためながらもですね、まあ、今はそういう、ね、時期じゃないし、そしてこう周りの空気的にもね、やっぱりそういうのできにくいよねっていうのはありますよね。まあ、本人が例えば、いや、言うても感染せんやろうとか、そんな感染しても大したことねえやろと思ってても、やっぱりこう SN、SNS の雰囲気であるとか、世の中の雰囲気を鑑みてね、 あの自粛してるて人も多いいと思いま,すまあその意識はちょっとどうなのかなって思う気持ちもありながらもですねまあ抑えられてるっていうのはいいことなのかなと思う一方でですねまあ私の仕事仲間の人たちとかもですねやっぱりストレスをねすごく抱えてるんですよもうどっか飲み行きたいとかね遊び行きたいっていうのはねまあ仲間内なんでねそういうことを言ったりはしてますでねうつ病の経験ですよ私はうつ病の治療してるってさっき言いましたけど でこの私の動画を見てくださってる方の多くも、ですね、まあ、うつ病以外の方もいらっしゃると思いますけど、何かしらの精神疾患を抱えてね、今、療養中ですって方が結構多いんですね。でさ、そういう人たちってさ、あの普段から家にいるわけですよで。普段から自粛してるわけなんですよ。まあ、療養してるから自粛してるわけじゃないんだけどで、普段から家にいるから、言うてね、そこまで家にいること自体にストレスは感じてないと思うんですね。 まもちろんね、ストレスは感じてますよ、その、まあ、感染拡大がどうのとか言ってさ、いろんなところで話題になってるんで、まあ、やっぱり怖いなって思ったりね、これから先、日本ってどうなってしまうんだろうかなっていう風な恐怖感とかはありますよで、そのストレスは人一倍感じてしまうっていうね、危険性はあると思うんですけど、でも家にいること自体、家で自粛していること自体はですよ、それ自体にそんなに大きなストレスをね、感じてる人っていうのはいないんじゃないかなと思ってます。 まあもちろんその家族との関係がとかね、そういうのは一旦省きますけどね、あくまで最近話題の新型のあれね、新型のあれで、新型のあれが理由で家にいるんですよっていう人が抱えてるストレスっていうのは、まあ、普通の人よりかはね、メンタル疾患を抱えてる人はまそんなにないとで。まさかね、こういう形でね、あのうつ病の経験が役に立つとはね、私も思ってなかったです。でまあ、そういうね、こうプラスの見方っていうのは結構大事なんじゃないかなと私は思ってて、まあ、もちろんストレスは感じますよ。ストレスは感じるんだけど、 まあでも、よう考えてみたらね、他の人たちよりかは、自粛ってそんな大したことないよねっていう風に思えるんじゃないかなと思うんですよ。あの最初にね感染拡大が広まったさ、ダイヤモンド・プリンセス号のやつとかも、1週間隔離されるって話あったじゃないですか。あれでなんかずっとね、中にいるからおかしくなっちゃうみたいなこと言ってる人いましたけど、ぶっちゃけえ、えマジでみたいな感じはありましたよ。まあ、私とかはもう1ヶ月とか普通に家にいるんで、全然外出ないとか普通にあるので、家にいること自体がね、そんなにストレスを。 あの感じじるわけじゃないんですよねで今ってさほら、いろんな楽しみ方があるじゃないですか。こういうパソコンもそうだしこうう、ね、スマホとかでさ、いろんなビデオとか、YouTube とかもそうだけど、いろんなものが見れるのでね、まあ、そうやっておのおのがさあの、家にいながらね、コンテンツを楽しんでいければいいんじゃないかなと思ってます。もちろん私の動画もねたくさんあるので、見ていただけるとめっちゃ嬉しいんですけどね。こ、は、こ、いまあ、こういうういいい形でねその引きこもっているということ自体が あの感染拡大の予防につながっているって考えると、ちょっとだけ誇らしいじゃないですか。まあ、もちろんね、あのー、どうしてもお仕事に行かなきゃいけない人とかもいるので、まあ、そういう方を責める気はさらさらないんですけど、まあ、ただ、こういうことがなければ、やっぱり家にいること自体はなんかこう申し訳ないなとかね、しんどいなって思うことのが多いからですね、まあ、ちょっとなんか私たちが役に立ってるんだみたいなね、いうふうにポジティブにられるのも大事かなと思って、急遽、えー、この動画を撮りました。でただですね、まあ メンタル的な疾患を抱えている人も、そうでない人もですね、やっぱりストレスは感じるんですよ。まあ、ずっと家にいるわけだから、ストレスは感じますよって時に、えー、私のおすすめの方法としてはですね、あの太陽の光だけを浴びといた方がいいですね。あの外に別に外に外出ない方がいいって言われてるから、外には出ないでいいんだけど、まあ、朝起きたらカーテンを開けてね、あの普段よりも意識して太陽の光を浴びるっていうことをしておくと、まあ、メンタル的にはね、だいぶ違ってくるんじゃないかなと思います。 まあ、ついでにね、あのストレッチとかも合わせてやるとね、だいぶ気持ちがいいので、まあ、生活のリズムだけはね崩さないようにしておいた方があが、いざその自粛が解けてね、またいつもの生活に戻るってなったとあも、すっと戻りやすいと思うので、で必ずですね、もうこれは私がうつ病を経験して、ね、メンタル的なことにすごく勉強するなんて分かっていることなんですけど、必ずこの騒動のですねストレスというのは、遅れてやってきます。 まあ、すぐにね、なんか体とか心に症状が出るってことはない、そんなないと思うんですよ。まあもちろん出る人もいますけど、ただそれ以上にですね、まあ何日か経ってとか、何週間、何ヶ月か経った後に、急になんかやる気が出ないとかね、急に元気がなくなるってことがね、来ると思うんですよ。まあ疲れですよね。で、そういうのが来ると思うので、まあ今のうちからね、あそういうのってあるんだなっていうことを知っておくだけでも、だいぶ対処法としてはね、あのいいと思ってるので。 あの何も知らないよりかはね、あこういうことあるってあの人言ってたなって知っておくとね、まあ、ちょっと気持ちの面で余裕が出てくるんですよ。まあ、それだけでも本当に全然違うので、まあ、とはいえですよ、まあ、なんか1年とか2年じゃ収束しないんじゃないかって話もあるので、まあ、気長にね、あの一緒に戦っていきましょう。まあ、戦っていきましょうって、そんな気合い入れる必要ないんですけどね、別にね。まあ、というわけでね、う、ま、ち、あ、で過ごそう、ステイホームということで、まあ、ちょっといつもとは毛色が違う動画なんですけど、撮ってきました。 で私のチャンネルではですねこう、メンタルにいいことっていうのを、うつ病を経験した私の視点からお届けしているチャンネルになります。またね、別の動画ではね、そのメンタル的なことをたくさん語っているので、そちらも参考にしてみてください。それではまた別の動画でお会いしましょう。